2003年のトラックエアハウストラックエアハウスは、ピーブルズの約5マイル南東に存在し、スコットランドで最も古い継続的に人が住んでいる、家とされている。要塞化された邸宅として建てられており、厳密には城ではない。スコティッシュバロニアル形式の建築以前に存在しており、この形式の建築に影響を与えたと思われている。ジャコバイトエールや、 ハウスエールを製造する醸造所も有している。1814年のトラックエアハウススコットランドの王たちが12世紀以来狩場として使用してきた場所にあるが現存する建物の中には15世紀以前に遡れる部分は存在しない。アレグザンダー一世がここで過ごし狩りを行った最初のスコットランド王でその当時は森に囲まれた人座と離れた城であった。 アレグザンダー三世が1286年に亡くなった際、スコティッシュ、ボーダーズ地域の平和は脅かされ、ツイード渓谷へのイングランドの侵攻を防ぐための守りの要所となった。それから2世紀以上の間、トラクエアハウスの所有者は、イングランドとスコットランドの間で頻繁に変わった。1460年代には、ジェームズ三世が著名な音楽家で、 彼のお気に入りに一人であったウィリアム・ロジャースと所有について話し合った。10年以上にわたってその土地を所有した後、ロジャースは1478年に馬カン白尺にわずかな金額で売却した。伯爵は初代トラックエア領主となる帰着師の息子であるジェームス・スチュアートに1491年にその土地をプレゼントした。ジェームス・スチュアートは着手家の手紙を受け取り、 ロックスバーグシャーのラザフォード・とエルズを相続した、ラザフォードの女相続人と結婚した。彼は、フローテンの戦いで亡くなった。彼の娘であるジェイエン・スチュアートは既婚であった、アンガス・伯爵と肉体関係を持ち、今回の娘であるジャネット・ダグラスを生んだ。ジャネットは三代目、ラスベン領主、パトリック・ラスベンと結婚し、数人の子供を産んで、ラスベン家の着流となった。 トラクエアハウスはそれから4世紀の間、トラクエア伯爵の邸宅となった。1875年にトラクエアは、スチュアート家のいとこであるヘンリー・コンスタブル・マックスウェルに、引き継がれた。彼は直系であったが、女系であった。現在、トラクエア領主は、女性のキャサリン・マックスウェル・スチュアートである。トラクエアハウスは、エヴァ・ガードナー主演の1969年の映画、 タムリンの舞台にもなった。トラクエアハウスは50室を有する家である。以下のような部屋がある。17世紀の以前の領主は建物に改造を行ったが、それ以降、トラクエアハウスは建築学上ほとんど変わっていない。正門のベアゲートは1738年に第5代伯爵のチャールズ・スチュアートが設置した。1745年にチャールズ・エドワード・スチュアートが 南方のイングランドへと進軍するために通過した際、伯爵はスチュアート家にスコットランド王位が戻るまで再び門を開かないことを誓った。庭園には近年作られた庭園迷路がある。トラックエアフェアは毎年8月最初の週末に開催される。トラックエアハウス醸造所は自家消費のためのビールを作るために以前使われていた18世紀の 醸造設備を用いて1965年にピーター・マックスウェル・スチュアートによって創業された。醸造所は様々なビールを製造しているが、主な2つの銘柄はジャコバイトエールとハウスエールである。エールはトラクエアにおいてスコットランド女王メアリーの時代にも醸造されていた。1739年には200ガロンのオオマがチャペル下の醸造所に導入された。 ありがとうございます。